まだに迷ってるっていうか、20万人、私も目前なので、一応スタッフさん曰く、来週ぐらいに、多分、ボンさんの後を追って、耐久配信。ボンさん結局何配信だったんだろう。なんかさ、もう、あと1000人ぐらいの時に、20万人耐久配信って、20万人達成したら、配信終わるみたいにしようかな、もう。いや、ネタはいっぱいあるのよ。全然、10体逃亡する。20体はちょっとさすがに、あんまり、本当に長時間、ボンさんほど体力がないっていうとあれだけど、まあ、難しいから、20体さすがに難しいから、寝ていいならやるけど、なんなら、来週ぐらいにはやらないといけないけど、早く日付決めて告知しないとね。インドラ100体のネタは、いつまで引きずるねんっていう感じなんですけど。あと全身直回復とかね、いや寝ていいなら全然やる。終わりませんじゃなくて、残り1000人ぐらいの時に耐久配信っていう感じで始めたいな。ポンさんもね、10体エンドラ倒したけど、知ってるはずの忍者ブレインは使ってなかったから。いや、その辺だよな。いや、もう、どんな手でも使っていいから、早く終わらせていいものなのか、っていう。エンドラ10体だと、エンドラ10体でしょ。6時間ちょいとか、いや、6時間半かかったら、いや、6時間半ぐらいかな、目標、やるとしたらね。でもなんか、1ワールドに1時間かかるようじゃいかんし、あと1回も死なないが目標かもね、やるとしたら。あ、忍者ブレイン行方不明。あれじゃない？スクリーンショットと同じフォルダ入ってんじゃん。今日もご視聴ありがとうございました。よければ他の動画もご覧ください。最新動画もチェック。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。